ミュティレーネーのアルカイオスは古代ギリシャの叙情詩人、アルカイオス封印文の総案者と考えられている。札幌よりやや年上で死を交換するなど恋愛関係にあったのではないかとも言われている。アルカイオスはデスボス島の主要都市であるミュティレーネーの支配階級の貴族の家に生まれ、そこで清掃と内紛に深く関わった。いつ死んだかは不明である。ピッタコスが指導した反乱の期間。 デスボス島に激しい内乱が勃発した。アルカイオスは反乱軍側につき、彼の兄弟はピッタコスと共にクーデターを起こし、貴族のメランクロスを権力の座から引きずり下ろした。しばらくの間、アルカイオスはピッタコスと手を組まされた上、トロイに近い手芸ンのアテナイ人との戦いでは一緒に戦った。ピッタコスはそこでアテナイの指揮官プリノンを立った一回の戦闘で打ちまかした。 しかし、アルカイオスはその戦いから逃亡し、そのことを死に読んだ、とヘロドトスは言っている。アルカイオスは、メランクロスの失脚で勢力を強めた選手、ミュルシロスに対する陰謀に加わったが、それは成功しなかった。一方、ピッタコスはミュルシロスと手を結び、アルカイオスは亡命した。ミュルシロスの死後、アルカイオスは、ピッタコスと赤いしたらしく、ミュティレーネへに戻った。しかし、 この新しい連帯は長続きせず、アルカイオスは再び亡命を余儀なくされ、はるかエジプトまで逃げた。アルカイオスの兄弟の一人はバビロニア軍に入隊し、ネブカドネザール二世の下で戦った。アルカイオスは最終的にレスボス島に戻ったと言われている。アルカイオスの死の中には長年の敵同様に一時の友人たちから受けた虐待への厳しい弾劾が含まれている。 アッティカの赤い色からトスに描かれたアルカイオスと、札幌ミュンヘン古代美術博物館、アイエンベイ2416ローレンスアルマタデマが、札幌とアルカイオスアルカイオスの戦争と、政治体験は現存する詩の中に反映されていて、その中でも、断然多いのが、軍隊に関するものである。荒海で沈みゆく船から生き延びようとする、狂おしい努力、兜と槍の光景。 戦争から帰還した兄弟たちを迎える安土感。さらに、暴君の危険に対するののしり、戦場からただ一人生還した時に臆病者扱い、されたことへの非難などが歌われている。一方で、アルカイオスは、お祭り騒ぎを、ギャンブルを、友情を、海の荒っぽい生活を、生き生きと褒めたたえる。さらにより甘い主題、愛する少年への愛の死、飲酒の死、 高辣な人生にはまり込んだ男の破滅も歌っている。それらは、共演で朗賞されるような類の詩であった。アルカエオスの少年愛の詩は、断片346,359,366,368,386,397にあり、その相手は、メラニッポスとメノンである、誘惑の言葉が書かれたものもいくつかあって、 アルカイノスはリュラーに向かってこう歌う。岩と泡立つ、海の子供。何時、少年らの分別を鈍らせよ。王、海に生まれし亀の甲羅。露骨に招待する場合もある。君は昔私の友で、私は君を小ヤギ、小豚と呼んでいた。そういう習慣なのだ。さらにアルカイオスは、より厳粛な儀式のための神々への参加も作っている。ヘレニズム期のアレクサンドリアでアルカイオスの死が、 編纂された時には、たっぷり10巻分あったと記録にあるが、現存している詩は引用の中にしかない。しかし、かなりの数の断片が現存していて、アルカイオスを最良の手本と考えていたホラティウスが、ラテン語で書いたアルカイオスの模倣作は、アルカイオスの詩の特徴を理解することの助けとなっている。ありがとうございます。